こんにちは、デリシュキッチンです。魔法のケーキを作ります。まずボウル2つを用意して、卵3つを卵黄と卵白に分けましょう。次にバター 80g を 600W のレンジで1分加熱して溶かしておきましょう。そうしたら先ほどの卵黄に砂糖 80g を加えて混ぜていきます。そこに先ほどの溶かしバターも加えましょう。よく混ぜます。薄力粉 80g をふるいにかけ、さらに混ぜましょう。そこに牛乳 350cc を数回に分けて加えて混ぜていきます。次に卵白を用意し、ハンドミキサーで角が立つまで泡立てていきましょう。ハンドミキサーがない場合は泡立て器などで泡立ててください。それを先ほどの生地に2回に分けて加えていきます。軽く混ぜましょう。残りの卵白を加えたら、泡を潰しすぎないように気をつけながら優しく混ぜてください。15センチの丸型にクッキングペーパーやバターを敷いて生地を流し入れます。150度に予熱したオーブンで50分焼いたら完成です。ありがとうございました。バイバイ。